ということで、こんな感じで漏れました。こんにちは、千秋です。私の隣にあるのは箱です。はい、ただの箱ではなくて、この中にね、アフタヌーンティーが入ってるんです。やばいね。私今イギリスにいるんですけども、イギリスはまだロックダウンです。まあ、ちょこっと外に出ることできるんですけども、お店でね、このようなアフタヌーンティーをしたりカフェに行ったりすることができません。ということで、テイクアウェイが今いろんな場所でなされておりまして、私注文してしまいました。だからこんなにニヤニヤしてんの。今ね、はい、2時過ぎです。ということで、すっごいお腹空いていて、なぜこんなにアフタヌーンティーを頼んだかと言いますと、今日はね、ピクニックをする予定だったんですよ。ですが、イギリスここ数日大雨が降っていて、絶対ね、芝生に座れないんですよね。公園に行けないので、はい、お家でおとなしくしておきます。ピクニックがね、キャンセルになったと同時に、彼は働き始めました。今上で働いてるんだけど、私ね、お腹空きすぎても待てないから一人で食べちゃう。ガチマヤです。うわ、心が躍るね。ちなみにこのね、アフタヌーンティーセットは全て2つずつ入ってるんですよ。こんな感じ。こちらがサンドイッチと、あとエッグとかいろいろ入ってますね。で、こちらがケーキです。やばい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 、待てない私は一人で頬張っていきます。1個ずつ持っていくよ。見て、こちらはマスタードかな、マスタードとハムのサンドイッチ、スコッチエッグかな。私盛り付けがあんまうまくないんだ。はい、いらっしゃいませ。アフタヌーンティーでございます。チーズ、あとはキューカンバー and アイブリーブだしチューナー、じゃじゃん、ツナとキュウリ、入らない。あ、たまにイチジクが入ってきてます。あ、そしてたまにイチゴちゃんが入ってきてます。可愛いですね。まあ公園に行くつもりだったので、こんなに派手な化粧してます。公園は何がありますか。緑が広がってますね。ということで、私もね、一体化しようと思ってアイシャドウ緑にした。はい、そしてこちらは、あー、ダメだ、こういう風に見せるものではない。黙って今ちょっと盛り付けよう。卵美味しそう、ほんわかしてますね。はい、仕上がりました。こちらがサンドイッチ系、キッシュも入ってますね。うん、で、次はケーキ。わ、わわわ、あ、これ美味しそう。なんだろう、オレオかな、エクレア。アフタヌーンティーさ、結構お腹いっぱいになるの。だから一人一個ずつ頼むとね、終わらせきれなかったりするのね。場所によっては3人でそのお店に行って2人分頼んでいいですよっていう場所もあるので、その時を2人分だけ頼みます。絶対ね、食べれない。だってさ、スコーンとかもめっちゃ大きいんだよ。うん、あ、チーズケーキかなこれ。うわー、もうなんか心が踊ってきた。たまにこう、いちごちゃんが入ってくるのテンション上げてくれますね。やっぱバイタミンカラーって大事だ。これは、あ、キャロットケーキかも。いちごちゃんごめんなさい。チョコ。あー、はい。ここに黒があるから、あえてここに反対側に置くっていう作戦を取ってきますね。おー、最後は来ました。こんなに大きい。スコーンです。イギリスといえばスコーンですが、はい。フォーカスしてないな。なんか。わ、置けない。わ、ちょっと無理やり置こう。スクイーズスクイーズスクイーズ。Yes! Got everything here. わわわわわ。あ、雨が降って、あ、うわ、ちょっとみんなに見せるね。見えます。暗いですね。雨が降ってる。お空もグレー。グレーなお空でございます。アフタヌーンティーを近くで見るとこんな感じ。うわー、かわいいですね。夢のような世界へ。ようこそって感じですね。あ、卵が笑ってる。あー、いいね。はい、で、こちらが鮮やかなアフタヌーンティーのケーキでございます。こんな感じでね、アフタヌーンティー頼むといろんなケーキとスコーンがついてくるのよ。だから太るのは当たり前。ソデイセーム。どうし、なんかお化けみたいになっちゃった。急に雨がね、すっごい降ってお化けみたいでしか、ごめんなさい。はい、ということで、こんな感じで盛れました。あ、インスタにも載せとこう。天国でございます。わー、 I'm having afternoon tea by myself at home. And then I'm going to use these chopsticks to eat this after. はい、お箸も用意しましたよ。それではいただきます。まずはこちらのサンドイッチ類から食べていこうかな。いつも
さ、どのサンドイッチを先に食べようかなって葛藤するんですよね。お野菜系を先にしようかな。それではキューカンバー、キューカンバー&チューナいただきます。ニックは今お仕事モードのお顔で疲れてるので、 You don't wanna be on the camera. It's been a long day. Hello everyone. There's a mustard thing. Everywhere has this kind of sandwich. Ham and the mustard. もしよね、いただきます。マスタードってなんでこんなに美味しいの。パスタクリームになってる、チーズかな、上にねチーズが乗ってて、次はこちらのキッシュ、これは何だろう、卵かな、玉ねぎだ、ベーコン、目をつぶれば公園にいるわけよ。幸せね。 I feel like I'm in a park。チーズ、チーズベーコン、すごいね、濃いチーズに甘い、何、玉ねぎソース、甘い玉ねぎソースが来てるんですよ、このね、すっごい濃いチーズとめっちゃ合うのよ。What's that for? Chopsticks. For sandwiches? Scottish cod. Scottish cod?Oh, fish? Scotch egg. Scotch egg, いただきます。Really good. Egg? I'm not really a fruit person. But, いちご目の前にあったらさ、食べみよう。ビタミン。皆さんご覧ください。サンドイッチ全部食べ終えました。あー、お腹もぷっくりポンポン、お腹も満足ということで、ベスバラといえばスイーツですね。はい、皆さんスイーツを入れるお腹の胃袋は働いてますか。ということで、私はどれから食べようかな。誰ですか。どうしようかな、どうしようかな。これはニックにあげないから、私一人で食べるから。 Can I have a fork please? Thank you。インスタに載せる写真も撮ったで、あ、太陽が上がってきました、明るくなってきたよ、ということでデザートの時間です。皆さんどちらがいいですか。どれから食べようかな。私はどうしようかな、へっへっへ、キャロットケーキからいただきます。キャロットケーキ、みんながどこぞと企んでいるこちらのスコーンいきますか。がっぷりいただきます。わあ、どうしよう。ちょっと待って。これさ、これめっちゃ美味しいわ。この出てるクリームがめっちゃ美味しい。うわ、アフタヌーンティー最高だわ。これもう一杯いただきます。まあ全部食べれる、これ普通に。次はこれ、エクレア的な、クレアいただきます。ドーナツの味がする。ハムスト、次はね、こちら本物ね、エクレア、チョコがいけてますね。乾杯。次はね、チョコレートケーキです。普通。次はこれなんだろう、これなんでしょうね、チーズケーキかな。チーズケーキだ。最後はこの謎の黒いパン、カップケーキですね。このクリームが
スコーンと同じクリームだったらもう私心がもう沈みます。違う、心がハッピーすぎてもうちょっとハートの形になりそう。いただきます。一緒じゃないですか。おいしいですねこれ。柔らかい。おいしい。ほんまかクリームがおいしいってなぜこんなに幸せなんでしょうね。全部一通り試しましたね。ということでまた後で食べます。ケーキの種類が 1,2,3,7 種類ですね。イギリスではこんな感じでアフタヌーンティーが開催されております。皆さんもイギリスに来たらぜひぜひ素敵なホテルでアフタヌーンティーというゴージャスな時間を過ごしてみてください。ロンドンにすっごいおすすめなアフタヌーンティーの場所がねいくつかあるんですね。イギリスのロックダウンが終わった後に皆さんにいろんな場所に行って、はい、いい情報をシェアしていきたいと思います。ということで海外のいろんな情報をお届けしていますので、ぜひ私のチャンネル登録お願いいたします。インスタグラムもしています。フォローしてください。それではお腹いっぱいになったのでこの後は幸せなお昼寝時間です。その時は猫ちゃんをちょっと捕まえて枕にして寝ます。だから私逃げられるんだよね。ご視聴どうもありがとうございました。次回の動画でお会いいたしましょう。 I hope you guys have a wonderful day, a wonderful dinner。また雨が降ってきた。うわこれ雨をやむことを知らないですね今日は。キャンセルしてよかったわ。こういう雨の日こそ楽しく過ごしましょう。もう今幸せいっぱいで雨の音を聞きながらお昼寝になります。じゃあねバイバイ。